こうき喋ってると思うだけで、そうか、上がっちゃったちょっと音楽の天才という役でね、はい、ちょっと2話ぐらいに出るまでしか30年間したことがない、同じ法律じゃない、うん、そのバッバッの音楽、お客さんに隙間を与えてくれる、そうね、1個の答えを提示しちゃう、いやこういう話がしたかった総一君。今回は無伴奏ソナタザ・ミュージカルを特集。本作で音楽の天才クリスチャン役を務める平間総一が約2年ぶりにステージプラスに出演。ここでしか聞けない2人の超真剣な演劇トークをぜひお楽しみください。それでは早速本題に入っていきたいと思うんですけども、はい、本日は総一くんが主演を務める無伴奏ソナタザ・ミュージカルをご紹介します。お願いします。無伴奏ソナタとは2012年に舞台作品として演劇集団キャラメルボックスが初演し、これまでに全国10カ所延べ5万人以上を動員し圧倒的な評価を博した名作。なんと今回初のミュージカル化。音楽の天才として見出された男クリスチャン・ハロルドセンの壮絶な人生を描き、クライマックスには多くの観客を感動の涙で包み、人生を変えるほどの衝撃を与える作品として知られています。僕の方からあらすじの方をちょっと紹介させていただきたいんですけども、はい、全ての人間の職業が幼児期のテストで決定される時代、総一くん演じるクリスチャン・ハロルドセンは生後6ヶ月のテストでリズムと音感に優れた才能を示し、2歳のテストで音楽の神童と認定された。そして両親と別れて森の中の一軒家に移り住む。そこで自分の音楽を作り演奏すること、それが彼に与えられた仕事だった。彼はメーカーとなった。メーカーは既存の音楽を聴くことも他人と接することも禁じられていた、うん、ところが彼が30歳になったある日、見知らぬ男が森の中から現れた。男はクリスチャンにレコーダーを差し出していった。これを聴いてくれ、バッハの音楽だ、ということで、ちょっとあれなんですね、ファンタジーなのか。そもそもこのオースン・スコット・ガードさんっていう原案の方が、うん、SF のものをよく書いてるみたいな話が成井さんからはあって、うん、結構ストレートプレイで人間のなんか現実的な話なのかなって思うんですけど、めちゃくちゃファンタジーです。あ、そうなんだ。そうそう、なんか思考実験の話だとか言ってましたよ。あ、なるほどね。こうパッて外から見ると、うん、これはそういう世界があったとしたら人間はどう感じるのであろうか、なるほど、みたいな。どう思いますか、もし仕事が決められて、うん、だから試験に落ちたりとか、うん、この夢を追ってたのに、うん、結果できなかったとかっていう時間がないわけ、うんうん、なるほど。だから効率的なんじゃないかっていう、ね、いい面で言うと、そう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 、だから挫折を知る必要もないし、うん、メンタルが落ちる必要もないし、ないで時間もお金もかける必要もない。なるほどね。結果それって幸せでしょ、うん、っていう世界だけど、その時にここがファンタジーなのか、うん、どこからか分かんないけど、うん、同じ法律じゃない、うん、そのバッハの音楽っていうものを聞くチャンスが来てしまうんだ。 そこで知ってしまうんだね。そうなんですよ、その後期が今言ったみたいに あるないを知ってしまうんですよ。しかもそれが30歳になってから30年間それでしか生きてこなかったのに、そう、しかもやばいんですよ。もう施設のもう本当森、ちょっと庭ぐらいに出るまでしか30年間したことがない、うん、本当に外を何も知らないっていう。そうで作曲だけしてなさいっていう。でまたまた難しいのが、うん、音楽の天才、うん、って書いてるって書いてるけど、うん、その音楽ってものすら、うん、僕たちが今知ってる音楽ですらないというか。なるほどね、ちょっと深いねそう、今までに見たことのない、この世に見たことのない楽器で作曲している子なんで。なるほど、どんな音楽が鳴ってるかも分かんないです。だ変な話、それをさ、その査定する側もその世界でしか知らないってことだから、もう本当に閉ざされた、もう言った井の中の蛙状態の人たちがあるコミュニティを作ってて、それがまあ広がった時に、えー、
ってなっちゃう。あ、すごいね。想像するだけでもなんか自分ならどう思うんだろうっていうのも簡単にポンって言えない、うん、なんかこう、そうそう、今まだ稽古始まって2週間とかそんなもんなんですけど、うんうん、やっぱ言葉に表せれない感情が出てくるんですよね、うん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 、だからなんかなんで自分が泣いてるのか分から、悲しいわけでもないし、うん、怒りでもないし何でもないんだけどなんかチクチクするみたいな、うん、でもなんかそれ初演 そのキャラメルボックスさんがストレートプレイでやってた初演の時もあったみたいで、はいはいはい、なんで感動するかっていうのはみんな分かんないんだって、うん、あ、ここのポイントでこうだったからこの言葉にっていうよりもなんか、うん、何か分からないけど、そうそう、何か分からないけどわーってなってなんか拍手してるみたいな。あ、でそれってなんか感動の究極体みたいな感じな気がするね。なんかね、そうだからぶっちゃけ、うん、穴だらけなんですよ。その原案は20ページぐらいのもう短編小説みたいなものからそんなありもしない世界のことをこうファーって作り込んでるもの、うん、人間の世界を作ってるから、うん、言っちゃうとそのじゃあ聞いたことない音楽って何やねんってなっちゃうともう分かんないでしかないし、こう穴だらけなんだけどそこが想像力を湧き立たされるっていうか、お客さんも見てて自分の中の価値観だけのその想像が広がっていくからこう引き込まれるんだなっていう。あ、なるほど。なんか穴っていうものが悪い意味じゃなくいい意味での そのちょっとこう隙間があるっていう。でもそこで、うん、ザ・ミュージカルですよ。なるほど、これちょっとまあある意味、うん、挑戦ですよね。これはもうこのカンパニー全員もそうなんですけど、うん、やっぱミュージカルであるべきものっていうのを、うん、今自分も考えるべきなんだな、うん、だからこれが来たんだなって今思うようにしてるんですけど、もうここまでオープニングのこの無伴奏ソナタのオープニングだけでもだいぶお腹いっぱいの話を聞けたんですけども、はい、ちょっと改めてですね、改めて、はいはい、宗一くんのその役どころ、はい、まずこちらビジュアルドーンとこちらなってますけども、やっちゃってますね。やっちゃってるじゃない。クリスチャン、はい、音楽の天才という役でね、はい、宗一くんってなんか天才が似合うよね。いや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 、なんかさ、なんかそういうちょっとなんて言うんだろう、常人から一歩出た役柄がすごい合うなっていうのを、多分好きなんですよ自分が、そういう人が、そういう役が、なるほどね、そういう人とかがすごい好きで惹かれちゃうから引き寄せてるのかもしれないです。それがぴったり合うんだと。どうですか、クリスチャンの役から今のところ捉えている人間性なのか。もう後半に向かって、うん、一番最初がもう一番幸せなんで、自分が幸せな状態からもうどん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 こう下がっていって終わっちゃうんで、うん、ああそうなんだ。もう苦しいですよ。そうね、そういうのって苦しいよね。それがやっぱさっき言ったみたいに、ある男がバッハの音楽だって言ったところから、まあ、月並みの言葉で言うといろんな葛藤が生まれたりとか、そうですよ、ちょっとこれって合ってんのかなとか、しかもね、うん、君には欠けているものがあるとか言ってバッハの音楽だってやられるんだよ。何それ。そしたらもう聞いちゃダメだけど聞きたいってなるでしょ。そうだよね。まあ、成井さんが、うん、演出の成井さんが言ってたのは、はいはい、神から一個ギフトをもらって生まれてきて、うん、はい、でもそのギフトでしかこう自分は生きがいを感じられないのに、うん、生まれ落ちた場所がそれを必要としていない場所、うん、なるほどね、なんでだよってやることもできないぐらい、なんか受け入れられてないってなっていく話なんですよね。だから迫害とは違うってことだよね。持ってんのにそれができない、そのジレンマっていうよりもなんか、うん、それすらもなんかもはや無ない、そうそう、ない、で何もなんか周りの人も知らないみたいな、あ、僕の居場所はどこにあるんだろうって勝手になっていくから、うん、あくまで周りの人たちも全然そうか、いじめたりなんとかってないから、うんうんうん、自分がなんでそういうことするんだみたいなことでもない。なるほど、おかしいだろ、革命だっていうことでもないんだね。なるほど、そのなんかちょっとぶつけどころのない何かってことだ。そう、ご視聴ありがとうございました。続きはアミューズプラスにて絶賛配信中です。ぜひご覧ください。以上、水田光輝でした。